ネタバレ、ね、ブレイキングダウンのオーディション終わってネタバレになるから今日のことは何も言えないんだけど、これ誰だと思う？お前カメラ。誰なんですかこれ？ YouTube オタク涼っつって、ブレイキングダウンの公式の裏をやってるんだっけ？まあ、いろいろ公認でって感じです。この声でも知ってんだよ。やばいっすよね。俺も知ってます。4の時から。知ってるだろ？はい。まあちょっとネタバレになるからね。そうですね。いろいろあるんですね。まあじゃあブレイキングダウンかける思いをちょっと。重いっすか？いや、ブレイキングダウンこれからなんですよ。僕もね、ここから今裏から表出てきて、そうやってどんどん新しい時代になっていくと、そのね、新しい時代の始まりは今回の9ということで、皆さんお楽しみ。しかもこれ、見た目ないから言えないけど、俺のセリフ使ったよな。なんか一言くれよ。いや、今回のオーディションめっちゃ面白いですね。面白いよな。過去一、面白かった。毎回みんな言ってるよ。お前、お前喋ってたらエレベーター見ちゃったよ。全部なんか新企画で。あ、そうだね。はい。面白かった、面白かった。いや、俺は嬉しいですね。なんか。了解です。やっぱ対戦相手は例の噂の相手です。あ、そうそうそう、そう。おお、例の。いや、そっちが楽しみですね。今回は超12期なんです、ね、超今回、いや、超12期は7月限定戻ったんだ。じゃあ次はまた変わるかもしれない。いろいろあるんで、まあ、次変えていくんだら、ちょっともっと面白い名前にした方がいい。了解です、ありがとうございます。さっき YouTube だと亮と地下で会ったけど、あ、いましたね、はい、それに引き続いてこれ、え、彼来てんすか？え、あ、それ言うの？余計なこと、すぐ余計なこと言うから。いや、もう本当そうっすよ。いや、今日は謝罪に来ました。何だろう、すいません。いや、そうです、え、まあ、知らなかったって言ったらそれは勉強不足になっちゃうんで。この男は自分の配信に売りた夫婦がもう死ぬまで許さないとしてる内藤豊を配信ああ、いました、いました。友達みたいな、アホみたいな、やって12日なんか所沢行ってパチンコのイベントで所沢の大戦大戦さんの本読みました。いや、本当に持ってる。良くないぞ。いや、本当に持ってるんで。普段みんなに優しくしてる仏の上でもあの辺の奴らが出てくると俺は一見昔の自分に戻るから。ああ。いや、僕も朝めっちゃ声で夢来てて、朝からブル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 震えて。星野くんも言ってたよ。なんか拾えてないけど、ピンパってて。お疲れ様です。これ、フライコースでしょ。あ、そうっす。ね、使えねえけど、映像的に。なんでしょう、俺の視聴者に、とレイコに、何あの酔っ払い出してんだよ。すいません、内藤豊さんを出演させてしまって、すいませんでした。もうすぐ非公開にして、お蔵入りしました。いや、マジ、レイコさん怒らすのちょっとダメっすね。やばいね。やばいっす。本当に、おさなんて、すいませんでした、ドローンの行為。まあ、本当にこれで撮ってる。どうしました？ガチやめ、ガチクリームだったから。そう、ガチなんで今日はちょっと謝罪にもう了解了解来ました。まあ、いつかドライブ配信しなきゃいけないだろう、はい、いやいや、そんな、いいっす、いいっす。まあ、いや、ニッケン君好きだったらそれで練習でいいっすわ。ごめんね。いや、マジで僕の顔にドローのやめてください。いやいや、本当ごめん。僕本当今日なんかマジ傷ついたんですから、冗談でも冷たかった。いや、なんかすげえ言ってくるから気にして。え、俺なんか織田さんに何かしたわ。いや、え、ちょっと待って、こんな可愛い子ブレイキングダウン、え、ちょ来て、え、リップ塗ればよかった。めちゃくちゃ2人とも可愛くないですか？え、ブレイキングダウン、ブレイキングダウンの子、ブレイキングダウンの運営ネギです。え、運営ネギだよ。めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。この運営ネキにちょっとどっちがタイプかちょっと聞け。じゃあ、おめでとう。分かってるやろ、どっちがタイプか。はっきりしてくれ。まあまあ、でもそれは負けるよ。全員負ける。いやいや、前にそれはそうっすよ。じゃあどっち？どっち本気で決めてるのはなんかもう、あれいらんだろ。もうなんかおもろいっすね。本気で教えて。いるよ。一斉の。一斉ので、二度口さん、やめとけよ。それはやめとけ。不幸しか待ってないんですよ。間違いなく不幸しか待ってない。あの金持っちゃうよ。一斉ので、一斉ので二度口さん、やめとけよ。それはやめとけ。ちょっと今日面白いこと言う動画やから。はい、
どうでした今日。今日？はい。12日が？あ、のこさん。あ、俺？いや、俺は良かったよ。俺見ててめっちゃ面白い。やばい。のこさんの。俺の動画だ。俺の動画、のこさんの動画だ。それでなんだ、俺が。つまんねえじゃん。ノッコンテラがチャンネルでやるよ。いやいや。おそうそう。ウルタさんチャンネルやから。緊急で上げる動画。緊急動画やから。ブレーキングダウン手伝いすぎて動画撮ってる暇なかった。ノッコンと違って。めっちゃちゃんとやってはったから。めっちゃやってたんだ。めっちゃちゃんと。めっちゃちゃんと吟味してたから。ちゃんとやってたんだよ。俺ビッグ、俺見てたい、見ててウルタさん。めっちゃちゃんとやってるやん。ちゃんとやっとこうと思って。いや、日経いいでしょ。何か有名じゃないっしょ。再生取られへんこのおじさん汚いっすよ。再生取られへんし。いや、そういうこと言って何歳の時言わない。ひどいわ、このおじさん。パチプロだろ。借金まみれなパチプロだろ。いや、プロだったら借金作らない。これ言うことと言うことと、この日経君のいるステージがもう広げかないとか、その辺だわ。いやいや、ちょっと降りてさ、やめてください。本当に街行けんの取り巻きの一人だから、その辺だわ。ちょっと、なんで今日そんな冷たいんですか。いや、僕、降りてさん好きなのに。めっちゃ言うじゃん。好き言うたら近寄れると思うね。もう再生取られへんかった俺は無理や。おじさんうるせえって。そんなのコンサートの日経君、ライン聞いといてもいい。あ、はい、すいません。降りてさん、今日ありがとうございました。あ、ありがとう。本当はこんな感じで紹介したくなかったんです。おさんと江戸口さんはゲストというんで対談でしたかったんです。いやでも、ウリダさん来てくれて本当良かったですね。マジで思ってます、心から。ありがとうございます。なんか僕が、本当は心に思ってて、もう、うわって言いたいことを、はい、これからウリダさんに代わりに言ってもらえると思うと、スッとします。はい、俺は好感で気にしないんで、マジで。江戸口さん、ちなみに、一悶着があったじゃないですか。あいつさ、ウリダさんの。あれはどうですか。だからネタバレなんだ。俺これすぐあげるんだから。すぐ上がる。すぐ。個人的にはなんだろうな、いろいろこう考え深かったっす。考え深い、ちょっと微妙なコメント。大変だった。なんかいいですよね。走って行って戻ってきて、警察スタートになりそうですって。そっから俺もテンションちょっと。あとで始末書書くことまで全部計算して。始末書とか。実際もうそれもおかしいんですよね。まあまあ。それはもう僕はなんだ、ウタさんに。日があったっていう感情はもうすごく少ないので、はいはい、んで、いや、あるじゃん、ウリタの兄貴が一番悪いでしょ。いやいや、日しかないでしょ。あんなもうあれですよ、めっちゃ今日いじめてくる。いや、でもね、でもあれで警察だったら、ノッコさんが死刑ですよ。全然やねん。無期懲役とかだったら。まあまあね、まあまあまあ。俺の動画に一言お願いします。韓国のスーパースター、キム・ジェフンが。スーパースターなんです。ノッコンって言われたらマジで言われた。それ、LINE。